ドキゾウリムシドラマ。あ、ヘライちゃん、今日はネタがないので、私の大嫌いな YouTuber、ベスト5000をやります。誰でワーストって言ってるネクラは。今日はガチなので、本当は言いたくなかったんですが、理性を取り除き、挑みます。だから、ちょっと嫉妬が入ってる部分があるかもしれません。では行きます。そい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 。第5位。デカキン。まず面白くないのと、デブのくせにツッコミってとこと、ラファエルと仲いいくせに、ヒカルと距離を置き、柴田を避けて、ヒカキンにすり寄る。この嗅覚の良さは、おぎぜっしょの極み。YouTuber で一番、所属事務所を変えた男。サムネが特に嫌い。何この表情。はい、次4位。キョンクマ。視聴者が中学生以下のターゲットのくせに、イキリチビがダンスしたり、眉毛変な整え方したり、子供番組らしくねんだよ。以前私は、ミホークの巨大な剣を作ろうとしてたんですよ。軽量粘土でね。でもこいつらが作ったミホークの剣は木製で振り回すことができない。そんなのを作った、私が作った振り回せる粘土の剣が検索されなくなるだろ。邪魔だ、どけ。どうせ振り回しないなら鋼で作れ。ちなみに軽量粘土なので女の子でも片手で振り回せます。では次3位。ペスエミリ。言わずと知れた勘違い女子。ヒカルがバックにいるのがバレバレの影響を受けまくりで、己をブランド化させようと必死で高級感出しまくってます。痛いぞ。どうした庶民派のエミリン。お金に走らないでエミリン。では第2位。ヒカキン。金持ち動画はヒカルのパクリ。ウームはご存知みかじめ料企業。変顔サムネの発明は認めよう。しかし、未だに芸能界への憧れが強い。日本の YouTuber の代表。あ、代表。ヒカキン、自分に誇りを持って。ま、いろいろ言いましたが、流行る第1話。てん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 、ふわちゃん。依頼指数5万、ふわちゃんでした。理由は、無所属フリーと言いながら、その中で選ばれた5人たち、すごいと思います。ってこと。